どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで音楽を始められるよということでレッスン動画もりもり公開していきます。今日もこの、G ラボのガズモデルウクレレと初めてウクレレ、この2本のウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ今日取り上げたいテーマソングはですね、ちょっと可愛らしいハワイソング、しかも歌いやすいです。はい、こちらドーン、パイナップルプリンセス日本語版でございます。はい、これ日本語版というのは一体何かというと、実はこのパイナップルプリンセスというのはもともとね、あの洋楽、それハワイアのね、1960年にね、こう大ヒットした曲でございまして、それをですね、1961年に田代みどりさんというね、シンガーの方が日本語版としてこう演奏されているということで、今回ガズレレで初めてのこの日本語バージョンを取り上げてみたいと思います。ちなみに英語バージョンの方はガズレレでもかなりね、あの以前から何回もやっておるということで、もし英語バージョンの方見たい方、概要欄に英語バージョンのね、あのレッスン URL 貼っとくんで、そっちも見てください。今回日本語バージョンですね。かなりこれ歌いやすい。しかもハワイアンな気分盛りだくさん。コードはやった、入門コード4つです。これはめちゃくちゃ嬉しい。初心者様でもあっという間に南国気分が味わえちゃう。しかも日本語ですから歌いやすいですよ。やっていきましょう。ちょっとその前にお知らせ。はい、この本が今度出ます。2月15日に発売、ただいま大好評で予約受付中でございます。Amazon や楽器店さんや書店さんで今ね、予約できます。そしてこの本の出版を記念して、3月12日に東京の渋谷タワーレコードでインストアイベントを行います。参加は無料なんですけどね、いろいろね、ちょっと、ね、渋谷のタワーレコードさんで電話予約もできますよ。予約していただくとすごくいいこと盛りだくさんなんで、このことについて概要欄にちょっと貼っとくんで、ぜひ皆さん、この本の予約とイベント参加、無料イベントお待ちしております。さあレッスン入っていきましょう。この曲パイナップルプリンセス、日本語版なんですけど、いつものように2バージョンでやっていきます。最初は日本語バージョンでゆっくり初心者さんでもできるようにやってますから安心してください。後半はですね、あの独特のノリノリのリズムっていうのがあるんですよ。このねパイナップルプリンセスのあのウキウキ気分にさせてくれるかっちょいビートも取り上げていきます。これね簡単に聞こえるけど奥深いですよ。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、どんな方でもあっという間にできる、もうガズレレならではのもう最高レベルに簡単ですぐスタートできる、プログラムがあります。私もできるかな、まあ、私不器用だけどという方もすぐできますからね。概要欄にそのねガズレレのプログラム、初心者プログラム貼っとくんでぜひウクレレ始めてください。そこでちょっと練習していただいていろんな曲挑戦していきましょう。このガズレレ YouTube ではもう2000曲近くの課題曲を取り上げております。なのでどうせ練習するんだったら皆さんの好きな曲でやった方がいいと思いますから、皆さんの大好きな曲スペースガズレレというような感じで YouTube で検索するとレッスン動画出てくると思いますよ。楽しく音楽をやっていきましょう。それではやっていきましょう。パイナップルプリンセス日本語バージョン、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。 1, 2, 3, 4
シャカシャカ。パイナップルプリンセス日本語バージョンやってみました。可愛らしい歌詞でございます。この可愛いウクレレを持ってビーチをお散歩。いいですね。ハワイのビーチをウクレレ持ってお散歩なんてもう素敵すぎます。こういうね、あの情景が浮かぶ曲って本当いいですよね。しかもやっぱりこのウクレレでこういうハワイアンソングを歌うっていうのはですね、なかなか合いますね、やっぱり。もうそれはもうそりゃそうです。もともとね、ハワイで生まれたね、まあ楽器ですから。はい。ぜひ皆さんゆっくり取り組んでいってください。一応このアレンジはですね、フルコーラスでやってるんですけど、間奏のところをちょっと短くしてるんで、もし間奏をやりたいけど、フラとかやってる方はね、間奏で踊りたいという方もいらっしゃると思うんですけど、一番のコードをね、途中で入れてるって感じなんですよ。ちょっとね、原曲と合わせて皆さん、オリジナルのアレンジにしてみてください。コード進行は一番のコード進行を入れるだけだと思います。感想のところね。はい、そういうアレンジもいいんです。まず、ひとまずはね、歌のパートと大事なところを押さえてるんで、このガズレレアレンジで練習スタートを。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、どんどんウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんのシンプル簡単バージョンに合わせて演奏できたら、素晴らしいと思います。はい。そこまでできた方、おめでとうございます。次のね、ステップにどんどん行きましょう。そこまでできたら。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube を見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはなかなか難しい。最初のうちは楽譜を見ながら、何回も何回も楽譜を見て練習していって、いずれは覚えちゃってですね、それこそハワイに行った時に、もういいですよ、ワイキキビーチでこの曲を弾くとか、その時楽譜見てたらね、面白くないですからね、やっぱり覚えちゃうとかいいと思うんですけどね。まあでもどっちにしろ楽譜が必要となりますね、覚えるにも。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のガズの演奏は、はい、このガズさんが書いてる手書きのノートで、自分で書いたのを見て演奏していきました。はい、これになります。はい、これもうちょっとしたらこんな風に画面に大きくしてみんなもこんな風に書いてみたらいいよとシェアしようと思うんですけれども、今とっても便利なサービス、このガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円の、クラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたパイナップルプリンセス日本語版を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこれやってみたいな、これ憧れちゃうなみたいな感じでお選びいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にさっとダウンロードできるというね、デジタルデータで、ですぐにね、YouTube と連動してますからね、練習に入っていけるよという画期的なサービスになってます。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を見てみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画アップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろね、スタッフとか僕の、投稿があったりとかして、ね、かなり面白いね、村、のオンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひ概要欄に貼っておくのでチェックしておいてください。あとこのね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね、見ていただいている YouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で週に2回の毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っとくんで見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリで、どなたでもいつでも無料で聞ける、めちゃくちゃ役に立ってものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信、ガズラジ、皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい。今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんで、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。パイナップルプリンセス日本語版、田代みどりさんの楽曲でございます。はい、見ていきましょう。これイントロなんですけど、ちょっとここ見て、下にくるっと囲ってあって、4弦のね、なんかフレーズって書いてありますね。これ、かっこいいバージョンでここでフレーズをちょっと弾くんですよ。後でちょっとここしっかり解説していきます。今のやったシンプル簡単バージョン、上の段ですね。かっこいいバージョンはこの下にちょっとこう正し書きが入るよということでございます。で、曲の途中でもね、ここのところに今と同じね、C と4弦の2フレットのフレーズって、これイントロと同じこういうのが入るんですよ。これ後で解説していきますからね。ここぐらいですかね、ちょっと違ってくるのが。あとはかっこいいバージョンも簡単バージョンもコード進行一緒です。はい、こうやって今カメラに大きく映しておくので、お時間ある方はこんな感じで書いていただくのがいいと思います。はい。じゃあ、一時停止で書いていってください。それか、今、紹介させてもらったガズクラブで、このガズのノートのデジタルデータ、めちゃくちゃこれね、役立ちますよ。ガズのノートの特徴は、この、点が書いてある。V とか、休符ですね、これ。これでリズムがわかるんですよ。パイナップルプリンセスから、ここリズムが入るから、ここに点が書いてある。プリンセスか、
わの上に書いてしまう。わいパイナプリンセス、小さなみたいな感じ。この点と V でですね、リズムがわかる。で、歌詞カードには出てこない、この歌詞伸ばすところとかがかなり参考になると思いますんで、画図クラブに入っていただいて、ダウンロードもかなりいいと思います。おすすめします。お時間ある方はこれ写しておくんで書いてください。まずは A って書いてあるところね。イントロから。はい、OK。はい、じゃあ次。1番。1番、2番いっちゃおうか。はい。ここ1番と2番の間に、ここに間奏が4ブロック入ってますからね。ここちょっとね、本当はここでね、1番丸々のコード進行入ってましたんで、ここでちょっとフルコーラスっていうか、田代みどりさんバージョンでやってみたい方、ここまでやったら、ここの A メロの4つのこの4行のコード進行をやった後に、この C4 ブロックやって、ここの2番にっていう感じではいいと思いますが、まあ、ひとまずね、ガズレールのアレンジはこういうショート、ここをちょっとショートカットバージョンさせていただきましたと。ですか？はい。そして、ここ感想をまたやって、そして、ここ3番ですね。彼氏のポッケにはチョコレート、私のポッケにはココナッツ。そして、ここやったら、ここに書いてありますけど、ここまでやったら止まって、パイナッププリンセス、この A メロに戻ります。A メロというのはここですね、この A ですね。これをやって終わったよというのが、ガズレレオリジナルアレンジのパイナッププリンセス日本語バージョンでなっております。ぜひやってみてください。出てくるコード嬉しい。4つです。言っていきます。C、C7、F、G、7。嬉しいやつです。これはね、いいですよ。C7 見て、1個だけだから C と C7。これはちょっとまあ一応さーっとやっとこうか。C7。C7 はここ1個だけよ。C はここ。簡単。ここで1個目のコード、ここで2個目のコードですからね。で、F はここね、立ててくださいね。斜め。斜めのイメージ持ってくださいよ。で、G7 はこことこことこの三角形です。F からさ、G7 の時はちょっと回転させるのがポイントですからね。いつも言ってますけど。はい。はい。この入門コードで連れてきた。嬉しい。これは皆さん、今日ウクレレ始めた方も演奏をすぐできるかもしれないぐらいの簡単なんですけど、この曲一個魅力としては、ちょっと、スピード感っていうか元気な感じがやっぱね、キーポイントなんで、シンプル簡単バージョンも、なんかね、このノリノリのね、曲の速さ。今、シンプル簡単バージョンの速さでもかなりゆっくりめですね。後半のかっこいいバージョンはかなりノリがね、もうパワーアップしてますからね。そういうわけで早速、もうかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。はい、かっこいいバージョンは何たってリズムが変わります。出てくるコードは一緒です。今日ね、出てくるリズムはね、こんな感じだと思うな。ポン。8ビートプラス、ルンルンビートのミックスと、あとは疾走ビートというかルンルンビートというか、まあ、とにかくちょっとね、この面白いリズムなんです。ちょっと C でやってみると、まずですね、ちょっとやってみるね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。わかる？ちょっとなんか面白いリズムじゃない？一応8ビートなんですけど、リズムが跳ねてるシャッフルで、後ろにアクセントがきます。ちょっとゆっくり分析してみると、ドゥン、ダドゥン、まず跳ねてるリズムシャッフルなんですよ。この8ビート、ダンダダンダダンダンダダンダダンダダダンダダン、アクセントつけてください。こうやって大きくの表で表すと、ダンダドンダンドンダドン、大きく書いてあるところにこのアクセントがあるということでございます。このリズムはね、結構慣れが必要で、裏にアクセントがあるんで、なんかやってるうちにね、なんかリズムを見失いがちというね、そういうのは、ね、これ、ね、リズムキープずっとするの難しいですよ。ちょっとじゃあ、サビのコード進行をゆっくりで練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ダ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 ン、後ろにアクセント。はい、このリズムでやるとですね、難しいかな、どうかな、みんなできるかな、ドゥンタドゥンと後ろにアクセントが来るっていうリズムって結構特徴的で、知らないうちにね、頭と裏がぐちゃぐちゃになってて、ここで歌うわけですからね。これはですね、ちょっと修行が必要かもしれないですけど、このリズムがマスターできると、いろいろ世界が広がるんで、やってみましょう。ハワイアンの曲とか、よくカントリーミュージックでもこういうの出てきますけどね。はい、結構かっこいいリズムとしては、マスターしといた方がいいかなという感じです。じっくり取り組んでいってください。で、メインはこのリズムなんですけど、このイントロとかと感想とかでちょっとフレーズを入れます。ちょっと聞いていてください。イントロいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。
かっこいいでしょこれ。まずね、C 押さえたまんま4弦のデレデレデーンデレデンデデン00220022みたいな感じですね。フレーズで言うとダガダガダンダガダダダダンダダンダガダガダンダガダガダダンダダン、こんな感じだと思います。見てて、左手のこの人差し指ここ見ておいてくださいね。せーの、はい、この感じちょっと掴んでください。これ表で書くと、まあ表っていうかこうダカダカタンダカダカタタンタダカダカタ、こんな感じになると思いますけど、この4弦の2フレットのとこだけ緑色で書いておきますね。ダカダカトンドンダカダトンドンダカダカミ、こんな感じ。これをね、イントロのところと間奏にちょいちょい入ってきますんで、ここをちょっとね、入れてみるとか、ちょっと最初難しかったら C のまんまでもいいですけどね。はい、ちょっとこれが入るとですね、あの独特のこのパイナップルプリンセスの可愛らしさがアップしますんで、これをやってみてください。そしてあとは止まるとかいう感じで、あのすごいシンプルなんですけど、このシンプルだからこそ、このさっき言ったドゥンダトスダーンドゥン裏に入ってくるアクセントの、シャッフルのリズムが、あのすごいこう輝くという感じでございます。あ、ちょっと言い忘れてましたけど、8ビートとかこのルンルンビートとかこの疾走ビートって、よくわかんないなという方いるかもしれない。あの以前めちゃくちゃ詳しく解説しているレッスン動画があるんですよ。概要欄にウクレレのリズムいろいろということで URL のリンク貼っとくんで、そこで動画でちょっとレッスンしてみてください。このねリズムってね、なかなかね掴めそうで掴めない、できてるんだけど歌ったらどっかになんか自分の居場所がなくわかんなくなっちゃうみたいな、すごいそういう脳トレ要素も高いんでね、夢中で取り込める、面白いリズムになっていると思います。はい、そしてあとはね、このやっぱ曲の持ってる世界観、やっぱハワイとかワイキキビーチとか、このウクレレの音色とか、この歌詞の中でも小さなウクレレ片手にお散歩ですよ。まあ素敵、なんかそのイメージをやっぱりね、この歌に乗っけて、まあルンルン気分で楽しいね、ウキウキな感じです。もうパイナップルプリンセスなんですから、もうそれはもうですね、もうキャなんかだって可愛いっていうかね、なんかその勢いをね、あの出したいですよ。感情表現ですから音楽はね。そんなこともね、こう自分の演奏に取り入れながら、こうポップでキュートで可愛いね、このパイナップルプリンセスになるといいんじゃないかなと思います。さあ、それではやっていきましょう。パイナップルプリンセス日本語版ガズレレかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ゴー。かわいいパイナップルプリンセス、小さなウクレレ片手にお散歩よ。パイナップルプリンセス、赤いスカーフ首に巻き風になり風お散歩よ。私をワイキキ生まれ緑の島の姫様、贅沢のこの彼といつでも一緒だ。浜辺で遊んでいるとみんなが私についてくる、贅沢のこの彼はやきもち焼きわきき。
ルプリンセス日本語版かっこいいバージョンやってました。かなりね、ちょっとリズムもさっきのシンプル簡単バージョンに比べると早いんですけど、この速さというかこのぐらいのテンポがですね、まあ乗れるというかですね、あの元気モリモリみたいな感じが出てですね、おすすめしたいんですけど、まあまあもちろん最初のうちは難しいでしょうから、もうちょっとゆっくりのとこから始めて、だんだんこうスピードアップできていければいいんじゃないかなというふうに思います。まずはゆっくり取り組んでいきましょう。ちょっとご案内ですけど、2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京、名古屋、大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日は昼間と夜、2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいて、ライブハウスでお会いしましょう。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもあの YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレではアプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから3も300曲、400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとかねタブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、またねー。